コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。本日の動画は 220K クラウン RS リミテッドの話と RS リミテッドの中古車を見たいと思います。皆さんは 220K クラウン好きですか？トヨタ自動車はクラウンを一部改良するとともに65周年を記念した2つの特別仕様車 RS リミテッドエレガンススタイル2と2019年10月に発売した特別仕様車スポーツスタイルを再度設定し2020年4月27日に販売を開始しました。 220K クラウン RS リミテッドのグレード構成は2リッター直列4気筒 DOHC インタークーラターボ搭載の RS をベースとした 2.0 RS リミテッドガソリン車と 2.5 リッター直列4気筒プラスモーター搭載の RS をベースとした 2.5 RS リミテッドハイブリッド車と 2.5 リッター直列4気筒プラスモーター搭載の RS4 をベースとした 2.5 RS4 リミテッドハイブリッド車の3グレードがラインアップされております。で、2リッターガソリンターボモデルの RS リミテッドに関しては FR のみの設定となっております。新車価格はハイブリッドモデルの 2.5 RS リミテッドが538万9000円と 2.5 RS4WD のリミテッドが560万9000円ガソリンモデルの 2.0 RS リミテッドが516万9000円となっております。ターボガソリン車のクラウンが一番安いです。エレガンススタイル2は S グレード2リッターガソリンターボ車と 2.5 リッターハイブリッド車および S4 グレード2.5リッターハイブリッド車をベースに上質感向上を図った特別商車と、新車価格は506万3000円から550万3000円となっております。スポーツスタイルのベースはエレガンススタイル2と同じ S グレードと S4 グレードです。新車価格は506万3000円から550万3000円となっております。220K クラウン RS リミテッドはブラックスパッタリング塗装の18インチアルミホイールやファブリックと合成比較を組み合わせた上質感とスポーツテイストを高めたシートで、前席にはシートヒーターが採用されています。安全装備のブラインドスポットモニターとリアクロストラフィックオートブレーキや快適装備の助手席肩口パワーシートスイッチなどをセットにした C パッケージ相当のアイテムも装備されています。で、スマートキーが赤色に変更されていますので、これはおしゃれだなと思いました。ボディカラーはホワイトパールクリスタルシャイン、シルバーメタリック、プレシャスシルバー、プレシャスガレナ、ブラック、プレシャスブラックパール、ダークブルーマイカ、ジャパンカラーセレクションパッケージの紅、茜色、ヨガスミ、ヘキルリ、空となっています。茜色のボディカラーは目立つでしょうね。ボディサイズは全長 4910mm、 全幅 1800mm、 全高 1455mm または 1465mm、 ホイールベース 2920mm、 タイヤサイズ18インチ、室内長 1980mm、室内幅 1500mm、 車内高 1185mm、 エンジンは直列4気筒プラスモーターまたは直列4気筒 DOHC インタークーラーターボ、排気量 1998cc または 2487cc、 使用燃料レギュラーガソリンまたは廃翼ガソリン、駆動方式 FR またはフルタイム 4WD、 トランスミッション CVT または8速オートマチックです。それでは中古車を見たいと思います。コウヘイ TV。 ガソリン車の 2.0 RS リミテッドを検索したんですけども、1台ありました。クラウン 2.0 RS リミテッド、排気量 2000cc、 走行距離約3万キロ、修復歴なし、支払い総額325万円となっております。新車価格は520万円からとなっておりますので、支払い総額が325万円って言ったら結構いいですね。走行距離もあまり走ってませんし、 SNS 上で結構言われてるんですけども、
やはり 220K クラウンは人気がないんですかね。次はクラウンハイブリッド 2.5RS リミテッドの特別勝者を見たいと思います。カーセンサーで検索したら15台ありました。排気量 2500cc、 走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額341万円となっております。走行距離約4万キロ、修復歴なし、支払い総額418万円です。 220K クラウンの特別勝者なのでまだ高いですね。走行距離約2万キロ、修復歴なし、支払い総額399万円です。走行距離2万キロ、修復歴なし、支払い総額385万円です。クラウンハイブリッド 2.5RS リミテッド、走行距離約3万キロ、修復歴なし、支払い総額424万円です。結構しますね。サンルーフと本革シートがついています。年式2020年、走行距離約4万キロ、修復歴なし、支払い総額410万円です。皆さん見てください。支払い総額が安い RS リミテッドが落ちていました。走行距離約7万キロ、修復歴なし、支払い総額229万円となっております。この車屋さんはよく見かけますね。最近サンルーフがついています。年式2020年、走行距離約2万キロ、修復歴なし、支払い総額393万円となっております。走行距離約4万キロ、修復歴なし、支払い総額346万円となっております。走行距離が4万キロ走ってるんですけども、支払い総額は346万円なので結構このクラウンはいいかもしれませんね。走行距離約1万キロ、修復歴なし、支払い総額406万円です。このクラウンはあまり走っていないので高いですね。走行距離約3万キロ、修復歴なし、支払い総額424万円です。走行距離約5万キロ、修復歴なし、支払い総額358万円です。走行距離約5万キロ、修復歴なし、支払い総額368万円です。クラウンハイブリッド 2.5RS リミテッド、走行距離約6万キロ、修復歴なし、支払い総額377万円となっております。黒色の 220K クラウンもかっこいいですね。年式2020年、走行距離約6万キロ、修復歴なし、支払い総額約400万円となっております。 2.5RS アドバンスが落ちていました。終わってしまいました。 RS4 リミテッドの中古車を探してみたんですけども、2台ありました。走行距離約1万キロ、修復歴なし、支払い総額439万円となっております。この220系クラウンは走行距離が少ないですね。クラウンハイブリッド 2.5RS4 リミテッド、年式2020年、走行距離約4万キロ、修復歴なし、支払い総額442万円です。公平 TV、 皆さん中古車はいかがでしたか？ガソリンモデルの RS リミテッドはトヨタの認定中古車で325万円でありましたので安いなと思いました。 2.5RS リミテッドは7万キロで229万円でありました。 RS アドバンスに比べて RS リミテッドは特別勝者なのでまだ高いですね。また 220K クラウンの動画も配信させてもらいます。本日の動画はこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。浩平でした。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。